まあ、今日も相変わらずファンキーないでたちですけど。単にジーンズが好きなだけでファンキーっていうです。ヘアスタイルがね。あ、ヘアスタイルね。はいはい。先月確かお誕生日お迎えになったと思うんですけど、おはいい。くつになられましたっけ？おかげさまで。35ですかね。マジ35、かそうですね。私が35で、娘が50歳になりましたね。いやいや、どう35いうに、計算？ 35に40足してください。もう誕生日ってえ？ね、いやいや、誕生日って本当なんか、嬉しいような、もうこの年になると嬉しくないですよね。別に年齢をいちいちこう突きつけられなくても、そんだけ分はちゃんと生きてきたのでね、いちいちこう、なんか年齢言わなあかんっていうことが、はい、気にしてるわけでは全然ないですけどね。はい。ちなみに、しまちゃんって何歳でしたっけ？私は、はい。今45です。あ、そうですか。じゃあ私の娘よりもまだ5つも若いっていうことで、はい。ちょっとそうですね。お親嬢子さんのよりような感じ年です下でね。すね。はい。そうですね。はい。すごいですね。でもこういう活動されてて、本当に敬服いたします。私の場合はね、まあ、しまちゃんも多分皆さんもご存知だと思いますけど、そのさっき言った50歳になる娘が、マキっていう名前ですけどね。重症のチャレンジ度で、いわゆる、ベイビータイプというチャレンジ度なんです。で、まあ、彼女を授かったことで、プロップステーションの活動とか、チャレンジ度の方々との一緒に歩む道を始めたということです。まゆさんは、ご経歴はなんかそういう NPO を始められるきっかけとかあったんですかね？そうですね。なんか NPO を始めたきっかけとしては、やはりまあ、なんか、ギフトは別の、人たちが、設立した団体なんですけれども、やはりそうなんですよ。で、そこに、私が、仲間に入れていただいたっていうところなんですけど、やはりいろんな、こう、社会課題がある中で、まあ、なんかそこに、まあ、なんかこう、お金がないことで、活動はい。自体がなかなか続けられなかったりとか、やはりその NPO の人たちが、まあ、頑張ってるのになんかこう、認めてもらえないとか、あと、なんかこう、普通の一般の市民の人たちも、なんか社会に対して何かしたいと思ってるけれども、なんかそれをどう表現していいかわからないみたいなことがあって、なんかそれを、こう、まあ、ギフトとしては、こう、寄付というものを使って、こう、つなげていく、循環させていくっていうことを、まあ、やっている団体で、もうそこにすごく共感して、やはり、そのお金が理由で何かを諦めるっていうことがない、そんな社会を作っていきたいなと思って、今、ギフトの活動を頑張っています。なるほどね。はない。かなかでもね、お金のことっていうと険しい道ですよね。NPO 活動まだまだね。はい。なんおです互いよに頑張りね。ましょう。はい。はい、ありがとう。以前、私、活動を始めたって、ちょっと経ったぐらいの時に、ナミネのプロップステーションオフィスに、押しかけて、お話を伺ったっていうことがあったんですけど、まあ、その時と比べて、結構、社会、世の中っていうのは変わってきてると思うんですね。はいはい。で、その時から、まあ、7年とか、まあ、10年弱ぐらい経ってるんですけど、なんか、ナミネ自身が感じている変化とか、なんか、活動やってて前進したなと思える点、あるいは逆に、まだこういうとこが課題だって思う点など、教えていただけますか？そうですね。活動を始めてもう先ほどおっしゃったように30数年なるんですけども。やっぱり最初は、障害っていうこと自身がもう完全なネガティブなことで、かわいそうなことで、惨めなことでみたいな、本当にそういう一色だった時代なんですけど、やっぱり私はこういう性格なんで、自分がチャレンジ堂の娘授かって、人からかわいそうとか気の毒とか急に言われるっていうのは、めちゃくちゃなんか違和感があって。で、まあ、私の父親が、もうこの娘を連れて死んでやるとかなんか言ったりしてですね、こないになんか障害っていうことが世の中からもうネガティブになんか惨めなこととして扱われないかんのかっていうのが、もうなんとかこれはせんといかんなという、まずやっぱり人が障害っていうことやその家族になったっていうことで誇りを失わなあかんっていう
こと自身がもうちょっとね、私にとっては耐えられなかったですよね。ですから、やはりなんとかこう胸張って堂々と生きていけるようにっていう思いの中で、やはり一番大きなのは働く場がない、つまり働けない、自分で稼ぐことができない人たちみたいな決めつけられ方が、すごくやっぱりネガティブなことにつながっているなというのは感じて、まあ、アメリカでそのケネディ大統領がちょうどタックスペイヤー、すべてのアメリカ国民をタックスペイヤーにしていきたいというようなことを、まあ、おっしゃった演説を聞いたりもして、ああ、そうか。タックスペイヤーっていう言葉は日本でね、納税者っていうと露骨なんかもわかんないけど、まあ、それぐらいちょっと強い言葉をキャッチフレーズにして言ってみてもいいんかなという感じで、まあ、チャレンジドタックスペイヤーにできる日本にっていうようなスローガンを掲げて、まあ、プロップステーションの活動を始めたわけです。まあ、やっぱり誤解をされる方もね、すごく多くって、働いて税金払えんかいとか言うて、障害者に言うのかみたいな、そういうふうに取られる人もいて、いろいろご批判もあったりしましたけど、やっぱ活動しているうちに、だんだん理解してくださる方、応援してくださる方が増えてきて、とりわけ、30年前、ちょうど日本に、情報通信技術がね、上陸して、この情報技術を使うとベッドの上でも稼げるよねっていうのが実は、まあ、この活動の根幹にあったんですけど、おかげさまでこの情報通信の発達によって、もう様々なチャレンジドの方が様々な場所で様々な能力を生かしてお仕事されてるっていうことになって、この30年は本当にそういう意味では前向きに、技術の進化も伴い、人の意識も変わり、進んできたなというふうには思います。でも今、しまちゃん言ったようにね、まだまだ足りないところもあったりして、とりわけ制度の中では、障害者雇用率っていうのは、特別に何人か雇ってあげないといけないっていうような制度が中心に、まだまだ社会の根幹にあるっていう中で、変えていかなければならないところもあるかとは思いますけど、でも世の中は相当大きく変化したなというふうには思ってます。はい。ありがとうございます。ああ、やはり相変わらず話し出すともう洪水ですね。だから言うてますやんか。どっそう、かで、言うてどっかた。で質言うて問細た。かく区切られ、そういう大きな質問したら、こう流れ全部喋らなしゃあない。社会の変化とか言うたら、それは言わなしゃあないな。はい、承知しました。はい。すいませんね。いや、今、制度のお話があったんですけど、まあ、制度の、ちょっと追いついてないよね、ということは、以前のインタビューでも結構強くおっしゃっていて、そうですよまあ、そのね。問題意識からすると、はい。まあ、まだまだ、制度の外で、まあ、自分の力で、まあ、フリーランスとかで、チャレンジ等が稼いでいくとかっていうことを、まあ、後押ししたりっていう、部分は弱いとは思うんですけど、この数年で、特にコロナがあって、在宅勤務が別に障害のある人に限らず、結構当たり前にされるようになったじゃないですか。そうですね。これって、その制度の中で雇用率としてそのカウントしないといけないから、雇わないといけないという論理ではありますけど、まあ、そこに移動がしにくいから、働きにくいというチャレンジ度が結構入りやすくなったっていう意味では、制度を利用しやすくなったと言えるんじゃないかと思うんですけど、その点で前向きな変化っていうのは感じますか？いや、コロナはね、すごくある意味、その働き方という意味ではめっちゃ面白かったですよね。私たちが30年前に職場へ行けないから仕事がベッドの上に来いよと言って始めた、そういう在宅という働き方が30年経ってコロナで一般の人にも必要な働き方の一つだったっていうふうになってきたっていうのが、ものすごくなんかこう、大きなものを、大きな考え方を示唆してるっていうかね、そういう感じがしましたよね。だから多様な働き方っていうのが本来必要だったのに硬直していたということがコロナによってすごく明らかになったという意味では、まあ、私たちが在宅ワークっていうようなことを推進してきた、
ことと相まって、決して、まあ、コロナが悪いことばかりではなかった。そういう意味では、意識を、人の働くということに関する意識を大きく変えてくれたなというふうには思いますね。もちろん、大変な病気ですから、亡くなられた方やそのご家族の方などには、もう本当に痛ましい思いをしていますけれど、一面、私たちのやってきた、働くっていう形においては、決してマイナスでは、だけではなかったというふうには思ってます。うん、もうちょっとその点なんですけど、そのしょ、あのチャレンジにとってという部分でもうちょっと聞きたいんですけど、結構私自身も在宅をコロナ禍の時に経験させてもらって、私は割とアクティブに外に出れるぐらいの障害の程度ではあるので、まあ、在宅も使えたら便利だなぐらいの認識で、ありがたかったんですけど、経験できて。それはその通りまだとた、思いますね。外出もできるしっていうか、外でも働けるし、中でも働けるんだっていう、そういう意味で働き方の、幅が広がったっていう意味ですけど、ずっと在宅しかなかった方にとっては、まあ、そんな大きな変化ではなかったというか、ただ逆に、外側にいた人、チャレンジドじゃない人たちにとっての意識が、働くということの意識が大きく変わったのかなっていうふうには思います。まあ、在宅でもパフォーマンスを上げてくれれば、まあ、全然仕事をしてほしいよねっていうニーズが、まあ、普通になってきたと思うんですけど、そこで在宅のチャレンジのプレイヤーが、まあ、今までよりも受け入れられやすい土壌ができたのかなというふうに思うんですけども、なんかその辺現場でなんか変化っていうのありました。なんかよいや、それはりすごく、就職がしやすく。就職じゃなくて逆にね、要するに自分自身が働くの主体になるっていう意識がね、すごくチャレンジドに持てた、こういう働き方によって、つまりベッドの上でも社長さんになれるんやって、会社長でも会長でもなれるし、人使おうと思えば使えるんやっていうような、そういう働き方ですよね。つまり雇用される側になるだけじゃなくって、自分が独立系のお仕事をしたり、雇用する側に、回ったりっていうこともできる。で、それは在宅っていうよりも、情報通信技術の、追うところが大きいですよね。情報通信技術があって、そういう働き方ができるようになったところに、まあ、コロナによる在宅ワークっていうのが出てきたっていう、こういう時代の流れだと思うんです。この情報通信技術がこんなに発達してなかったら、在宅ワークっていうのは結局は内職で終わってたと思うんですね。ですから、やはり技術の進化はすごいなって思います。うん。マイさん何かあります？でも本当に今、ナミネーの話を聞いて、在宅ワークが、まあなんかこう、コロナによって加速したっていうところもあるんですけれども、まあ、本当に家で、こう、社長ができるっていう、なんか外に出ずに、なんかそれって、なんかすごくこう、発想の転換っていうか、なんかそういう視点で物事を考えられるようになってきたっていうのはすごく、やっぱりすごいなっていう。で、今もこうやってズームで、離れたところで3人が、こう、しかも配信っていう形で、なんかこう、世の中に対して、こう、配信できているっていうことも、なんかすごい、こう、進歩だなっていうふうに思って、でもそれを、まあ、本当に30年くらい前から考えられてたっていうのは、なんかすごく、なんか先進的というか、なんかこう、やっと時代がナミネに追いついたのかなっていうふうにも感じました。いや、そういうね、誤解が多くってね、実は私が考えついたんじゃなくて、ベッドの上で働きたいと思ってたチャレンジ度が、ベッドの上でも仕事が来たら働けるぞって言ったのがきっかけなんですよね。私自身はもう情報通信全然苦手で、パソコンも苦手で、まあもちろん Facebook ぐらいはやりますけど、プログラミングができるわけでも、グラフィックアートが描けるわけでも何でもなくって、ただ、そういう働き方が展開してきた、広がってきたことによって、チャレンジ度の
仕事の層も広がってきたし、働ける人の、層も広がってきたっていうことで、だから、チャレンジド自身の意識の変化がなかったら、今日はなかったと思うんですよね。ですから、意識の変化と情報通信の進化、つまり、島ちゃんみたいな方が、こういうふうに活躍すると、人を呼び集めて、こういう会議をやるというようなこと自身が、すごく今の時代をね、しっかりと表してるかなと思います。嬉しいことです、私にとっては。はい。本当にそうですよね。まゆさんの NPO 活動にとってはどうですか、情報通信技術っていうのは。そうですね。でもやっぱり私たちもなんかコロナ前から活動はしてたんですけれども、このコロナをきっかけにオンラインでいろんなことをやり始めまして、で、そうすることでやっぱりいろんなところにこう自分たちの情報を届けることもできますし、なんかこう、例えばオンラインで相談を受けるっていうようなこともできることで、なんかやっぱりこう、本来、こう、その時間とか場所を超えて、なんかこう、人々の支援ができるっていうのはすごくいいことだなっていうふうに 思っています。改めてやっぱりそういうことが実感されたっていうことあ、ですよそうでね。すね。はすい。ごく実感しました。まあ、ただ私たちはコロナで企業活動がね、低迷したことによって、そのいろんな企業からいただく在宅ワークのお仕事をみんなで分担してやってるっていう形だったんですが、そのお仕事の発注自身がすごく本当にコロナで減ってしまって、非常に厳しいところを、まあ、乗り越えて、来ざるを得なかったっていうような現状があるんですが、そういう寄付行為とかに関してコロナは何か影響ありました？そうですね。実際に他の NPO の方たちの中でも、大手企業からなんかこう、大口寄付をいただいてた団体さんとかが、それが止まってしまって、またちまちなんかこう、資金的にこう困って、まあ、相談に見えられたりとか、なんかそういう、こう助成金が打ち切られるっていうようなことも聞いたりしているので、やはり財政的には、まあ、活動自体ができなくなってしまった団体さんとかもやっぱりいらっしゃるので、結構影響は大きかったかなとは思います。そうですね。まあ、それこういう社会活動とは違うんですけど、私もお食事しに行ったりね、お茶飲みに行ったり、お酒飲みに行ったりするんですけど、やっぱりこのコロナの影響でお店が潰れちゃったとか、営業ができなくなったとかいうのも方も多々いらっしゃったりして、そういう意味ではやっぱりコロナっていうのはすごく、まあ、大きな出来事だったな、まあ、まだ過去形に完全にはできないとは思うんですけど、大きなことだったなと。だからこういう経験したことをもとに、いつまたこんなことがあってもね、乗り越えていけるようないろんな力をみんなでこう蓄えていかないといけないなってすごく改めて思います。本当にそうですよね。で、なんかちょっと視点が違うかもしれないんですけど、まあなんかコロナによって、なんかまあいろんな方が、まあ、政府から支援金であったりとか、給付金を、まあ、いただくっていうことを、なんかこう経験されたのかなっていうふうに思うんですけれども、まあでもそれって、まあ元を正せば、まあ税金から支払われているっていうところで、さっきナミネがおっしゃってた、納税者になるっていう、税金を納めることの大切さ、まあ、それがあるからこそ、給付金がもらえるんだよ。だから、なんかこう、働くっていうことの、尊さみたいなものも、なんかこう、改めて、こう、感じられるといいなっていうのは、ちょっと思っています。そうですね。働くっていうのは自分で自分を支えるだけじゃなくって、自分が人やね、社会も支えるっていうことにつながるんだけど、どうしてもやっぱり自分だけって思ってしまうんで、そこでもっともっとこう手をつなぎ合っていかんといかんなと思います。最初の、そんな大きな質問したらいかんよって、ご指摘をいただいた部分で、課題についてっていうこともちょっと触れたんですけど、以前、ナミネがご著書で、理想的には、ご自身のプロップステーション活動も、なくなるような状態がいいと。まあ、社会的な活動をしている、まあ、団体であれば、まあ、どこも、まあ、そう、まあ、定義して、突き詰めていくと、そういう話にはなると思うんですけど、
まあ、今も、まあ、理事長をされているということは、活動はなくなっていない、不要になっていないわけですけど、まあ、行動、以前からもアクティブに活動されていて、まあ、どんどん動いていかれていた中で、まあ、行動していけば、まあ、新たな現実が現れるっていうようなことがありますけど、まあ、今現在は、一番ホットな課題というか、まあ、どういう部分ですか？まあ、ホットな課題っていうか、その多様な働き方っていうので言うと、その今までプロップステーションっていうのは情報通信技術を使って、いわゆるパソコンとかインターネットですよね、そういうものを使った働き方っていうことを推進してきて、実際にそれに特化してきたわけですけど、最近ナミネ自身はドローンっていう新しい就労の道具としてのドローン、単にこうそういうものを飛ばして遊ぶとか いうようなことではなくって、就労の道具としてのドローン、まあ、これも広い意味の情報通信技術だと思うんですけど、まあ、そういうことにも取り組んでいるので、やっぱりこう時代とともに働き方の中身とか働く分野とかいうのは広がってくるんだなっていうのを実感してますし、常にそういうの自分がアンテナを立てていて、新しい働き方というのをどんどん取り入れていかないといけないなというふうに思ってます。まあ、島ちゃん、どドんローンどんやったことあ新しります？い。ドローンは、自分で動かしたことはないですないですか。いっぺんやってみたら、なね。かなかなもんですよ。ええ。まあ、なんかいろいろアンテナを立てて、そういうものを探している、まあ、ハンターのような感じの兵なんだと思うんですけど、以前のインタビューで触れられなかった、神戸スイーツコンソーシアム。はい。と、まあ、この新たな動きとして、ユニバーサルドローン協会っていう活動もされていますけど、はい。スイーツの方はもうおかげさまで17年になりましたのでね。で、これはやはり日清製粉さんっていう、もう食の第一流の企業が完全に全面支援してくださって、全く本当に対等なジョイントを組んでくださってる私たちの理念と、日清さんのいろんなさまざまな力が加わって、おかげさまで、まあ、57年続いてきました。で、日清製粉さんが本気になってくださってるおかげで、本当に超一流のパティシエの皆さんがね、スイーツ作りの講師としてボランタリーに動いてくださる。で、またさまざまな全国の作業所とか福祉施設の方々がよりおいしいお菓子を作りたいということで、まあ、私たちのプロジェクトに参加してくださる。で、まあ、こういう流れが、まあ、17年間続いてきてるっていうのはとってもありがたいことだと思いますね。だから、まあ、私が何かやってるようによく世間では言われるんですが、それは私が単に口が達者なんと、ずうずうしいのと、こんな変なヘアスタイルよう目立つようなしてるっていうだけのことであって、実際は私コンピューター苦手やし、お菓子よう作らんし食べるだけ。だから全てのことはチャレンジドの皆さん自身が取り組んでここまでやっぱり持ってこられてるんですよね。それだけやはり新しいこと、新しい働き方に対して、チャレンジドの皆さんが貪欲でいらっしゃるということが、私の活動の一つの根幹になってるな。で、結果としては、それが社会の中で働く層を広げたり、経済を活性化させたりして、まあ、ナミネが安心して、まあ、娘と生きていけてると、こういうところに来てると思います。このお菓子とドローンっていう、はい。まあ、情報通信技術の場合は、確かチャレンジをたちにアンケート調査をして、まあ、どういうスキルを身につけたいかという調査を行った上で、パソコンとかを触れるようになって働きたいという声があったということで取り組まれたという歴史そうがあでするね。と思うんです全け国ど、調査しましたもんね。はい。はい。それに対して、お菓子を、はい。であるとか、ドローンっていうのは、チャレンジ度が就労していく、働いていくっていう上で、何かその、情報通信技術と同じく、武器になるっていう、なんか、障害があることに対して、親和性があるというか、そういう部分があるんですか？スイーツに関してはね、日清製粉さんの若き社員の方が飛び込んできてくださって、日清製粉として
プロップさんと一緒に何かやりたいですって言ってくださったんですよ。で、本気にやることが見つかったら僕社長まで説得しますとか言って、すごい元気な若いお兄ちゃんで。で、それならば、日清製粉さんの粉とかを中心にして、いろんな美味しいお菓子が作れるようなプロジェクト、特に神戸はパンとかお菓子の街ですのでね、だから神戸を拠点にしてるプロップとしては、そういうことで日清さんと組めないかっていう、これは本当に 企業の方からお話が飛び込んできたっていうのが、このスイーツのプロジェクトなんです。それで、じゃあどんな方が勉強したいかって言って眺めてみると、全国の多くの作業所でお菓子作りとかパン作りとか実はされていて、もっと美味しいものを作りたいっていうお声があったと。じゃあそういう方とその日清製粉一流のパティシエをつないだらどうだっていう、まあ話に、そこはもう本当にスムーズに進んで、まあ17年間続けるためにはいろいろありましたけど、お話としてはスムーズに出発することができたっていうことですよ。ドローンに関してはもう4年前ぐらいになりますかね。たまたまドローンっていうものをどこで見たのかもよく覚えてないんですけど、ドローンっていうものを知ったんですよ。知った途端に、え、何してんのあれって言ったら、いや、空から映してるって、空撮してるって、空撮すごいねって、いや、でもあんな飛んでたら空撮以外にもなんかいろんなこと空からできるよね、みたいな。へえ、と思ったんだけど、撮影の仕事、まあ、人間がそれまで地べたにおって自分の手足のところしか撮影できなかったと、それからなんか自撮り棒みたいなもん持ったとしても1メートル上ぐらいじゃないですか。それが空からね、自分自身を、あるいは自分のやってることを、あるいは運動してることを、もう大きく言えばその街、住んでる街全体を空から撮れるって、すごい道具が生まれたんやなって思った瞬間に、新しい道具が生まれたら当然チャレンジ度が、その新しい道具を使って働けるようになるっていうことが職域の拡大になるわけですから、もう瞬間的に、あ、じゃあチャレンジ度のドローンの講習会しようって思いついたんですよね。で、それは私が飛ばしたいんじゃなくって、飛ばせる超一流の専門家を引っ張ってこようと。で、スイーツの時もそうなんですけど、まあ、パソコンもそうです。パソコンもね、ビル・ゲイツさんとかマイクロソフトさんから、それから一流のエンジニアの方に協力いただきましたけど、チャレンジ度が仕事の人になるためには、やっぱり一流の講師がいないとダメっていうのが私の中ではもう常識だったので、そうするとドローンに関しても一流の講師、人柄も一流で技術も一流っていう方を先生にして、ドローンのチャレンジ度の仕事を広げていかないといけないなと思って、まあ、国際ドローン協会の代表理事の榎本さんという方と、まあ、出会ったというか、探し当てたというか、そして今もすでに、国家試験に、去年の暮れからドローンが国家資格になったんですけど、非常に難しい国家試験ですが、まあ、それを実際足でドローンを操縦する宮崎美優さんっていう若干16歳のね、最年少の女性が国家資格1等を取られ、で、私たちの仲間は親子で2等を取った方だとか、もう本当にあっという間にドローンが、チャレンジ度の中に入ってきたというか、ドローンの中にチャレンジ度が入っていたというか、まあそういう状況になったと思います。はい。チャレンジで押し込んだ。押し込んだんですね、そうです。私自身は飛ばせないんですけどね。私が飛ばすとね、なぜかね、ドローンがね、藪の中入ったりして帰ってこないんですよね。だからもう、でなしみょでは飛ばすのやめてくれって言われて、絶対あんたは操縦桿持たないようにって言われて、口だけでいいからっていう。どこ行ってもね、そう言われるんですよね。でもなんかなんやっぱかり、今の、スイーツと、ドローンのお話を伺っていると、まあ、スイーツの方は、すごい日清の熱心な方がいらっしゃって、まあ、そういう人とのご縁で、まあ、タイミングよくというか、あって、まあ、そういうところで、チャレンジ度の、がより活躍できるようにということで動かれたということのようですけど、そうまですあ、ね。ドローンに関しては、まあ、新たな職域になり得るから、まだ、仕事としてやってる人が少ないから、まあ、それだったら、チャレンジしたらいいだろうということで、チャレンジをやりやってくれることなんだと思うんですけど。そうです、そうです。まさにその通りです。で、わ かります。後半に入ってきたので、もう一つ柱として用意してる、
まあ、ナミネーたるゆえんである、お嬢様のマキさんについてのお話をさせてもらいたいんですけど、まあ、今もそのチャレンジ動画活躍してもらうっていう、その、モチベーションの部分として、以前インタビューした時にすごく、好きだったんです。好きな言葉だったんですけど、私の活動はすべて、おかんのわがままだと。そうです、そうです。もう今もそれは変わらないですよね。あ、変わらないですか。全然変わらないですよね。もうだって、多分世界中のおかんが我が子可愛いんだろうと思うんです。まあもちろん親子の悲しい事件とかね、虐待の事件とかもありますけど、基本的に私はやっぱりその可愛いからこそっていうか、関係が濃いからこそ、まあいろんな事件も起きるんであって、基本的にはやっぱり親子っていうのは濃いつながりのもんだと思ってます。で、その中でもとりわけ自分自身で、まあ、自分の生命を維持していくとかね、自分の生活を組み立てていくっていうことを、子供ができない時に、できない子供として授かった時に、やっぱり親がそれを手助けしてやったり支えてやったりできるっていうのは、これはね、逆説的な意味でね、子供が大好きな親って、子供が離れていく時寂しいもんなんですよ、親離れする時ね。でも親離れしない子供がいるっていうのは、誤解しないでいただきたいんですが、すごい幸せなことでね、ずっとこの子には私が必要なんだわっていうのは、すごいおかんとしては嬉しいこと、子供には申し訳ないですけどね。でもやっぱりそういう親子関係があって、どんなに子供が障害があっても、やっぱりおかんを愛していけるって、まあ、マキの場合はね、おかんをどれだけ彼女の方が愛してくださっているのかは、まだまだ分かんないんですけど、でも、多分愛してくれているのだろうと、こう、思いながら、片思いみたいな感じですけどねって、まあ、これは前も言ったかもしれないですけどね。なんか昨日、マキさんがいらっしゃる、療育を受けているという表現でいいんですかね。あ、そうですね。今、ひだまりさんっていう神戸市の、生活施設みたいなところでね、生活をさせていただいていて、ものすごく可愛がっていただいてるんで、元気なんですけど、まあ、コロナのせいで面会がね、なかなかずっとできなくって、で、昨日はやっいや、面と会だと思ったら。面会日だと思って行ってみたら、私の勘違いで、週、まあ、月4回、火曜日にあるんだけど、第5週目の火曜日なんで、面会日じゃなかった、すごすご帰ってきたという状態のところですが、なんと明日木曜日行けることになってですね、あ、おめでおとうご許ざいしまが出す。ましよて、ありがとうごかざいっまた。す。明日は、お昼から、少し、まあ、今のところまだ1時間ぐらいなんですけどね、会わせていただけるっていうことになって、楽しみにしているところです。そのマキひがだま楽りしさみんっていにしうてとるかどうころかわは、かあ、すみません。ひだまりさんっていうところは、まきさんは、言葉としては重症心身障害があるとそうですいうね。ふうに聞きましたけど、心身の方々を主に、そういう方々が生活して守っていただいてるっていうところです。ということは、周りの方も障害のある方ばかり。もちろんそうです。ということは、そこの、入っている他の方にも、ナミネと同じような、親御さんがいらっしゃる。あ、そうだなんでから、す。それでね、割とよく、まあ、面会日だけじゃなくて、行事とかもしていただけて、つい先日も、3週間前ぐらいの火曜日だったかな、音楽会みたいなのやってくださって、それで、フルートの演奏とかがすごく得意な看護師さんがいらっしゃって、本当にリサイタルみたいな感じで弾かせていただいたり、それからウクレレを上手に弾かれるお父さんがいらっしゃって、で、そのお父さんとの合奏をして聴かせてくださったり、もうそれは病棟中のそのチャレンジドの子どもたちがみんな集まってきて、そんな音楽会みたいな感じで楽しませてもらいました。で、マキもその言葉とかはもちろん全然わかんないんですけど、音楽っていうのはもう昔からすごく好きだったんで、ものすごくなんか穏やかな表情で楽しんでいたし、
そういう時はなんか私の手をちょっと指をこうキュッと握り返してくれるみたいな動作なんかもあったりして、すごく楽しく過ごさせていただきました。まあそういう場があるっていうのがとってもありがたいなというふうに思ってます。まあ、今そういう、平和な時間も流れているということなんですけど、まあ、はい。ナミネは昔からすごく、リアリストで、チャレンジドを先ほどのように活躍させるっていうのも、チャレンジドをタックスペイヤーになってもらって、まあ、もちろんそのチャレンジド自身が、きちんと自分自身で活躍できるという姓を、はい。全うしてもらいたいということだとは思いますが、ですそれにね。よって、きちんと、これから高齢社会で、はい。社会保障の部分にお金がかかるこの日本において、お嬢さんのマキさんが、まあ、そこの、からこぼれ落ちないように、税金を納めてくれっていう、もうそれは本当にお金の本音です。裏の納狙めいれる人は、が。納めれる人はもう1円でも10円でもいいから、税金を納める方に、回ってほしいなと思いますよね。でもそのためには、逆に言うと、納めるための仕事とかがないとダメなんで、この人は納めることができない人やっていうふうに、社会が勝手に決めないで、どうやったらこの人も税金を納める側に回れるのかっていうことをね、つまりその方のできる仕事を生み出すっていうような方向に向けて、やっぱり世の中動いていってほしいなと、ますます、まあ、コロナの、ね、時代を得てきて、余計そう思いますよね。で、これも昔お話ししたかわからないんですけど、ほら、スウェーデンが福祉国家っていうじゃないですか、よくね。その時に、スウェーデンでベッドで寝たきりの人が、材木をね、手でこすって磨いてはるお仕事してるんですよね。わずかにしか手が動かないんだけど、その人は材木をその自分の手で磨くお仕事をしてるんやっていうようなのもあって、本当に考えたら、その人のできることを仕事にしていくっていうことは可能なんだなって、そう考える意識が社会にあるかどうかだなっていうのを私すごく、まあ、その時学んだりしたんで、そういう意味で日本でもね、その人にできることが仕事になっていけばいいなと思います。今も思います。まあ、なんかこういう趣旨の話を昔もされていて、そうなんかです。すごい面白い人やなと。だっ普通こんてなことね、考え本当るに。とか。いやいや、ベッドの上で木磨いて、手でこすって磨いて光らせてるってすごくないですか、本当に。すごいね、ででもすよそれをね。仕事としてね、その与えられている社会っていうか、なんかすごいなと思いましたよ。やっぱりそういう考え方がスウェーデンの根幹にあるんだなって、福祉国家って何なんやろうって言葉だけでは分かんなかったんだけど、それを見た時にそう思いましたよね、すごくね。はい。できることで、社会に貢献して、納税もしていくということそうで、です、そうです。まあ、だから納税っていうのはね、一つの、まあ、ロジックって言いますかね、分かりやすく下品にちょっと税金って言っちゃっただけのことであって、直際にそれが税としてならなくても、その方の、働いたことによって何らかの社会的影響があったり、いい結果が出たりしたら、それは私はもう働くっていうこととイコールだと思ってるので。その福祉が手厚いっていう時に、まあはい。なるべく多くの人がそこに貢献するんだというのも一つの考えだと思うんですけど、はい。まあ、わかりやすく、より効率よく、まあ、そこにお金を投入しようと思ったら、持ってる人から取った方が早いっていう考え方もあるじゃないですか。はい。ああ、まあもちろんあそりうまはす思われね。なかったんですか？はい、はい。いや、持ってる人からもらったらいいと思いますよ。それはそれでいいと思います。だから、私たちの活動が、いろいろ寄付とかね、に支えられてるっていうのも、寄付してくださる層の方がいらっしゃる。で、あなたたくさん持ってるから、たくさん寄付してちょうだいよということだって、こちらはお願いすることはできるわけで、してくださるかどうかは別にして。ですから、私はその貧富の差があること自身が別に悪いわけではなくって、そのお金持ちの人がお金をどのように使うかということで、その人の人柄が決まったり、社会が
決まっていったりするって、まあ、それは自由主義経済の国家というか、資本主義の国家では、そういう形のものなんだろうなっていうふうに、自分もその中で生きていて思います。だから、私たちの活動がしっかりしてれば、いろんな層の方が応援してくださるし、共感得ることがなければ応援してくれないしっていう、まあ、ある意味、シビアだけど、そういうもんなんだろうなというふうに、非営利活動ってね、そういうもんなんだろうと思います。私の質問の意図としては、まあ、今のお答えはよくわかるんですけど、お嬢さんが、今後、まあ、わかりやすく言うと、まあ、ナミネが力尽きた後も、社会によって支えられてほしいという、まあ、願いそうがで当す然あるわけね。ですけど、だからまあ、その時に、まあ、当然お金は私かかりにます。限らずね、チャレンジドの親御さんは皆さん親なきゃとっていうことが一番切実な大きな課題だとは思いますけど、やっぱり親なき後のその障害のある方、チャレンジドを社会が支えるためには、その社会が安定してないとダメですよね。国が戦争していたり、本当に国自身が貧しくなったり、まあ、北朝鮮みたいなことを考えたり、まあ、戦争してる国のことを考えたらそうですけど、そんな時に、やっぱり一番弱い人から切り捨てられていっちゃうと思うんで、そういう意味では、とっても弱い人たちが社会に支えられる社会っていうのは、やっぱり経済的にも安定してないといけないと思うんですね。で、経済的に安定することと、人の心が安定することっていうのは大きくやっぱりリンクしてますから、たくさんの人がその人に合ったお仕事ができて、社会を支える側に一人でも多くの人が回れるっていうことが、やっぱり私は絶対避けて通れないっていうか、その議論をしない福祉っていうのはおかしいな、手を差し伸べましょうだとか、気の毒な人に恵んであげましょうみたいな、だけは福祉ではないなとは思います。そうですよわがね。ままであっても、まあ、そこは手っ取り早くお金があって助かればいいよよりは多くの人が活躍してその社会を支えるという哲学の方が勝つわけですか。まあ、私はそう思いますね。そこプラス今言った自由主義経済あるいは資本主義経済ですから、お金のある方がそのね、よく何でしたっけ、オブリージュの何だっけ ノブレス・オブリージュ。そうですね。で、そういう精神を持っていただいて、より社会に貢献しようと思っていただけたら、もちろん言うことはないですよね。はい。お前さん、いかがですか？何か。なかなか、喋り出したら入ってきにくいと思いますが、いガンガえいえ。ン。そうですね。でも今、ナミネのお話を聞いていて、なんか、やっぱり大事なことって一つ、なんか、決めつけないことかなって思ったんですけど、なんかやっぱり、勝手にね、働けないって決めつけちゃったりとか、なんかそうじゃなくて、働けるようなチャンスを、なんかやっぱりどんどん作っていくことが必要だと思うし、あと、なんかやっぱり働くことの喜びを、なんかもっと誰もが、なんかこう、できる、そういう社会にしていくってすごい、こう、もう本当にベースとして、もうすごい大事なことだなっていうふうに 思いました。あと、やっぱりナミネーの、なんていうのかな、すごくこう、今までのお話を聞いてきて、あ、やっぱりすごく大事なことだと思ったんですけど、考えたことを、こう、言葉に出して、口に出して言うっていうことが、やっぱりすごく大事で、なんか言わないことには伝わらないじゃないですか、そう思ってるだけだと誰も分かってくれないので、そこを、なんかしっかりと、やっぱり伝えていくからこそ、なんか活動自体も広がっていくし、なんかそこにこう共感してくださって、さっきの日清製粉の 若手社員の方みたいに、何かやらせてくださいっていう方が、周りに現れるんだなっていうのを、なんかこう、すごくこう聞いてて感じたので、やっぱりそこはなんかどんどんと活動していく私たちはやっていかなきゃいけないなっていうふうに 思いました。だいぶ刺激を受けたみたいです。だいぶ刺激受けましたね まあ、言葉っていうのはね、人類だけに与えられたコミュニケーション手段なんで、で、本当にこの言葉によって争いも起きればね、支え合いも起きるわけで、どのようにこの言葉を使っていくのかっていうのが人間の英知だと思うんですよね。
汚い言葉にもできるし、温かい言葉にも使えるしっていう、その言葉の持つ大きさっていうのは、すごくすごく私も感じます。ただ、私、関西弁なんでね、関西弁ってね、関西弁ってね、人に物頼みやすいんですよ。と思いません？あ、そう思いますね。確かに、なん関かちょっ西弁、いと、や、ほんま頼みやすいんです。また飲ですむか、わ。私、自分、関西人でよかったなって、こういう活動してて、すごい思いますよ。なんかね、人生とかいう言葉言ったりとかね、生き方とかいう話してもね、関西弁で言うのと、標準語で言うのと、全然感じ違うんですよね。私、めちゃくちゃやっぱ関西人でよかったって思いますわ。だから、でもなんか、仕事でね、関東の方とか標準語しか喋らへん人ともお会いしてお話ししますけど、結構やっぱり関西弁で得やなと思いますね。そうですよね。耳懐にに入りやすい。そう。それと、やっぱ私今、吉本の審議員とかもしてるんですけど、やっぱり吉本のおかげでお笑いっていうか関西弁の漫才みたいな、ああいうのが全国バリューになったじゃないですか。昔はね、本当に関西の人だけが使ってやり取りしてた言葉が、そういうテレビとか、ああいうエンタメのおかげでね、全国どこ行っても関西弁でおかしくない通用するっていうか、まあ他の地域の言葉のことはあまりわかりませんけど、関西弁のメリットっていうのは私はすごく活用させてもらってますよ。まゆさんはどうですか、言葉は。そうですね。なんか、私、そうか、関西人なんですけど、なんか、関西弁も喋るんですけど、標準語も喋るんで、なんか、あ、もち確かろんに。ね、標準語も喋れなあかんのですけどね。でも、今言ってはった通りで、なんか、その、なんていうのかな。懐に入りやすいなっそうてでいすうのはね。思いますね。なんか、ええ。やっぱり、ある程度、なんか、私も結構ずうずうしいんですけど、なんか、ずうずうしさって大事やなと思っていて。いや、ほんまそうです。はい。そうなんですよね。なんかそそのれは、ずうずうしさをね、やっぱ関西弁はオブラートに包んでくれるんで。まろやかにしますよね。そうです、そうです、そうです。よかったな、意気投合して、関西人たち。そうですよね。ね、特に人にいろいろね、手助けしていただいたりするときはね、本当に関西弁は助かります。助 かよりろしまくす頼んね。ますとか言うてた らそね。うですね。ほんまありがとうとか言ってね。なんかそうこそうそう、ほんまそうです。これからもじゃあお互い関西弁を駆使して。そうですね。広げていきたいですね。そうです。なんか変なまとまり方をしそうな感じなんですけど。そういうはずではなかったな。まさか関西弁を駆使していきましょうって。まあ、ちょうどあと10分ぐらいになってきたんで、まあ、関西弁以外の部分でなんかちょっとまとめていきたいなと思うんですけど。まとめてくださいよ。まあ、今日話してみて、まゆさん、ナミネート順に聞いていきたいと思うんですけど。まあ、お二人それぞれに、まあ、今日、特に、まゆさんは、ナミネの話を聞いて、まあ、結構なんか、いつもにない刺激があったようなふうに見受けるんですけど。そうなんですか。まあ、なかなか、ああいうコメントをするのは珍しいと思います。あ、ほんまですか。私はマユさん初めてお会いしたから、いつもこういう方かなと思ってましたが、いつもはここまであ、率騙され直てに言まわす。れるのですか。そうですね。いつもはなんか、こういうオンラインの配信とかではあんまりなんか、感想とかもそんな言わない感じなんですけど、あ、そうなんですか。もったいないですやん、そんなん。そう。でも、いや、もう本当に波いねえのつもはね、自分のことをね、もっと話すんですけど、今日は遠慮してるんです。話。そうなんや。もっと言ってください。あと時間ないみたいやから。今のうちに。じゃあ、そのまゆさんが、これから、どういう感じで活動されていくかっていうことを、ねえ、ぜひ知ありたいと、です。続いて、ナミネも、今後のプロップ、ナミネ自身についてお願いします。という流れでお願いします。では、まゆじさゃあ、んかまゆさんからお願いします。ら。そうですね。今日本当にナミネのお話を聞いて、やっぱり
もともと割と涼しいんですけど、もっともっと涼しく、なんかやっぱりこう、ちゃんと 伝えていこうっていうか、なんかやっぱりこう、この社会をやっぱ良くしていきたいっていう気持ちがあって、なんかいろんなこう、NPO を支えていく活動をしているんですけれども、まあそこに対して、やっぱりこう、私としてはそこにちゃんとお金がこう、流れるような仕組みを作っていきたいって思ってるんですけど、まあそのためには、こういう活動にお金が必要なんだよっていうことを、なんかもっと、ずうずうしく 発信していかなきゃいけないなっていうふうに思っていますし、なんかそこをやっていきたいなっていうふうに思いました。あと、やっぱりナミネの、なんていうか、こう、新しいものに対して、これいけるやんっていう、なんかその、なんかそうなった時の、こう、速さ、スピード感みたいなもの、で、それに関して、まあ、なんか本当にこう必要な情報を集めて、必要な人を集めてっていう、なんかそこの行動力っていうのは、なんかやっぱりこう活動をやっていく上ですっごい大切なことだし、で、私もなんか子供いるのでわかるんですけど、やっぱりこう自分の子供や、さらにその孫の世代とかが、なんかこの社会、その子たちがこう大人になった時にいい社会であり続けるためにも、やっぱりこう全力で 頑張りたいなって思うので、なんかこれからもナミネに続いて、私もなんか眉ねえと言われるように頑張りたいなと思ってい いでますね。これからマユネーとぜひお呼びしましょう。マユネー&ナミネーじゃいいじゃないですか。すごい語呂も。りがとうでごはざナいミネーお願います。します。まあ私は今まで通りっていうか、できるだけパワーを減速することなくですね。ナミネーの基本は要するに元気だけなんで、元気でどこまでやっていけるかっていうところがすごく大きいので、まあ、健康に留意して、なんか年寄りか。年寄りなんやけども、しょっちゅう年忘れてるんでね、まあ、いつまでも元気なナミネーって言っていただけるようにね、周りの方と一緒にやっていきたいなというふうに思います。おかげさまで、麻貴も障害は重いですけど、大きな病気とかせずにね、温かく見守っていただいて生活しているので、そういう意味ではおかんとしてはとっても幸せなので、これからもまあその幸せが続くようにおかんとして思いながら、また社会全体の人がね、よかったなと、まあ、元気でおれるような世の中に一歩でも近づくように、何か貢献できたら嬉しいなというふうには思います。マユ&ナミネで頑張りましょう。どうもありがよとうろございしくお願いします。あ、しまちゃんも寄せてあげるからね。考えときます。なんやそれ。そこでイエスでしょ、返事は。はいって感じを。ねまあでも本当にしまちゃん、今日はね、いい機会を与えていただいて、すごく嬉しかったです。本当に感謝します。こますちらますここうそ。いう活動を続けてくださいね。はい。なんか、しまちゃん一人照れとんちゃう。両手に花ですからね。あ、珍しいこと言いますね。よいしょもできるんや。まあ、関西人ですからね。やっぱりね、そういうことやね。いい加減けなこなとすばっだかけりじ言うゃてまなすく、よ。ね、すごい、さすがや。さすがさすが。やっぱり関西人でよかったわ。よかった。やっぱり関西人が締めなんですか？ い結や、局まどう？だ明言はされませんでしたけど、先月誕生日をお迎えになって、後期高齢者の仲間入りを果たしたナミネーそうと、です。いよいよ、めでたく。こう見えて、お孫さんもいらっしゃる、まゆねえさんと、こう見え孫はて、ね、もう社会人になりましたよ。大学も卒業して、ちゃんとお給料ももらうお仕事も。はい、やってます。頑張って。はい。息子さんのお孫さん、息子さんの方のお子さんですね。孫じゃなくて子供ですよね。息子の子はい。供ね。私の息子孫ね。さんの方の。はい。あ、息子はプロップのね、東京の事務所の方を夫婦で支えてくれているという大変ありがたい。はい。私と違って賢い息子です。で、私、こう見えて、45歳の童顔、車椅子ユーザー、島本の3人で、お送りしてきました。